人によっては2日おきぐらいに、1日おきぐらいにあげた方がいいっていうことを言ってる人もいる。ああ毎日公式配信のがいいっていう人もいるし、中には毎日配信しない方がいいっていう人もいる。ああ、まあ、そういう人によるんだろうけど、うん、なんかもうちょっと例えば週に3日とか4日とかにしといた方が、で結構それ以上間隔を上げちゃうと今日もやっぱり上げないんだろうなって思われちゃうから、ああうん、で毎日あげるとなんかなちょっと食傷気味というか、あの、まあ、どうせ今日もあげんだろうなみたいな感じで、なんかちょっと期待、今日上がってるかなどうかなみたいなぐらいの期待を持たせてってなると1日おきぐらいがいいんじゃないかとかぐらいがやっぱ、うん、みたいなことで、それでも、ね、年間170回ぐらい上がることになるもんね。うん、やっぱそ結構すごいもんね、うん、2日に1回ぐらいいいんだ。 あのね、一応最近ね、私登録者数は表示させてないんやて、うん、あの、うん、登録者数ほどの再生数がないんで、 あの、うん、あんまりかっこ悪いんで表示させてないんだけど、でもね、うん、最近ね、ちょっと微増。あの、微増してる。今、減少、微増って言ってもね、まあ、あの、ちょこちょこっとだけど、だけど、今までずっと減少してたんで、結構、登録者数が。今、ちょっと微増になってきてるんで、ひょっとしたら、いいかもしれない。いい傾向かもしれない。はい。うん。もう今、これにしか上げてないけどね、ほとんど。うんうん、ちょっとどうでもいい話もあんまりペースが落ちてるんで、はい、まあまあまあ、もう他の番組見るよりもこの YouTube を、うん、チャンネルを見たいという人は多分いると思うもんで、いますかね、中には。あ、まあ、なんか、うん、テレビ見とって面白いけど、うんうん、テレビ見ながら YouTube 流すとか、例えばね、そういう人もいるかもしれないし、なるほど、両方あたしながら、僕は割とそういうタイプなもんで。あーはーはーはー。そうそう、そんな感じ。でも、わかりました。まあ、ちょっと今ストックが結構あるんで、うん、ちょっとシェア芸人終わってから流していこうかなと思ってるんですけど、ちょっと一応。2日おき、1日おきぐらいに出してたら、結構半月ぐらいあるかもしれないです。ああ、今。結構ある、うん。そうそうそう。はい。ということで、まあ、いろいろ上げていきましょうということで。